難攻不落の魔王城へようこそ、星さん。勇者パーティは魔王と呼ばれる主に魔族が作るダンジョンを攻略するという。魔王側は勇者のくせに生意気だといった感じで拠点を構築して仲間を配置して勇者と呼ばれる人族が攻略できないダンジョンを作る。勇者はそうやって主に魔族が作ったダンジョンをパーティーで攻略するという配信がサッカーのようにメジャーなスポーツになっている世界で、人気パーティーの中で不遇のジョブである黒魔道というジョブをしていたために、評価から、あいつは人気パーティーの面汚しと評価されていることから勇者パーティーをやめてニートにジョブチェンジしたら、魔族側のクッソ美人のヒロインから魔族側に入って勇者のくせに生意気だをする側になりませんか?とヘッドハンティングをされる。自分がどうしても人気プレイヤーになって、自分の元パーティのクソ強勇者と戦いたいと思った主人公の黒魔道士は魔王として、クソ激烈に強い難攻不落のダンジョンを作って勇者パーティと戦ってみたいというシナリオ。メインヒロインに獣人の養生を入れたりメスの作画がクソ気合が入っていてでね。主人公はどうしても元パーティに自分は最強でした。足手まといなんて言ってごめんなさいさせたい。自分の実力を認めてもらいたいという設定であり、クソ強だったが、勇者パーティのスタイルと合わなかったのいう設定だったり。ここからネタバレ。ライバルと戦いたいという欲求にまっすぐに突き進むという少年漫画しておりべね。この漫画はとても王道を行く少年漫画であり、自分を切ったパーティーがクズでもそこまで胸クソでもないという感じだったりの味付けがベネでありシナリオが熱くて面白い。